第一声として写真みたいだねっていうことをそんなに悪くは思ってない感じですね。やっぱ作品そのものを見てたら、筆で描いてるってことが分かるような部分とか、写真では表現できてないこう奥行きだったり空間感みたいなのが出てるとは思うので。ただただ美しい、そこに込めた絵画としての存在意義。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家吉間晴樹、写真と見まがうほど超写実的な作品を描く彼が目指す理想の絵画とは。僕はなんか結構リアリティの高めな作品を描いてるんですけども、いわゆる写実的な作品を描いている人たちに対して、写真みたいだねっていうのってご法度みたいな雰囲気はなくはないんですけど、僕的にはこれが誰が描いたかわからないけどいい絵だなって思えるのが究極系みたいなところがあるじゃないですか。なんで絵画単体で自立するような絵を目指して描いているっていう感じですね。誰が見ても美しいアート。しかし、ただ忠実に描くのではなく、あくまでも鑑賞者に想像してもらうために彼は描く。モデルさんだったりとかモチーフをリアルに描いていると、雰囲気だったりイメージだったりみたいなのがどうしてもにじみ出てきてしまうものだとは思うんですけども、ただ僕はそれがある種のノイズだと思っていて、やっぱ描いていて押し付けがましくこれを見てくれっていうよりかは、自分は土台みたいなものを作っておいて、その鑑賞者が自分なりのこう想像力を想起させるというか。写真のような絵画、画家にとって聞こえの良くないこの言葉も、彼にとっては目指すべき一つの形。僕の理想としては、できればこう小説を一本読み終わった、映画を一本見終わったみたいな、こう絵画一枚で満足感じゃないですけど、そういうのを出せたらなと思うんですけど、なんかそれにリアリティの高さっていうのは一つの要素として、物語性の、ある種のトリガーになるような部分だと思って重視してやっているっていう風なところですね。リアルだからこそ感じられる何かがある。そんな理想の絵画を追い求める画家吉間晴樹のこれから。最近まではつつましやかに絵を描いて、それが売れてそれで生活ができたらいいなと思ってたんですけど、こうやっていろんな人に支えてもらって、たくさんの人に見てもらうようになってからは、こう10年後20年後に自分のことを支えてもらってた業界を引っ張っていけるような作家になれたらなっていうふうには思っています。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。金沢市アスターにて11月18日より始まるブレイク前夜展後期。日本を代表するキュレーター秋元裕二セレクションのアーティストが集結。詳しくはオフィシャルサイトまで。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。